今日の長野は久しぶりの雪です。外の気温はマイナス2度です。とっても寒いです。こんにちは、広瀬真希です。チャンネルヒロをご視聴いただきましてありがとうございます。今日は声優に買い物に来ました。買い物に行ってきました。これはひろしくんが飲むお酒です。4リットルです。どこに書いてある？ここだ。これを4日、いや5日ぐらいで飲み切っちゃうんです。ひろしくん飲みすぎ重たくって。だから買ったものを少し紹介します。これはお家のカメちゃんのご飯になるキャベツの葉っぱです。これが鍋に欠かせない豆もやし。あとは生姜。キャラメルコーンは私のおやつです。あとね、こんなところかな。久しぶりに買ったマルシンハンバーグ。あとは鶏の胸肉をたくさん買いました。こんなところ。今回じゃ年末ジャンボ宝くじ1000円当たりました。ラッキー。今日は声優にしろしくんのお酒を買いに行ってきましたの紹介でした。さよならー。